オリンパスアイズオリンパスアイズオリンパスサッカー部アイズオリンパスサッカー部は福島県アイ若松市山国稲脇城町を本拠地とするサッカークラブチーム正式名称はアイズオリンパス株式会社サッカー部である総部年不明2010年福島県社会人サッカーリーグ1部で5位となり福島県リーグ2部に降格したが2012年に 県二部優勝を果たし、県一部に復帰した。2014年に、再び県二部に降格するも一年で、県一部に復帰すると、翌2016年は、県一部も制し、初の東北社会人、サッカーリーグ二部南昇格を果たした。2018年は7位と本来残留相当の成績であったが、コバルトアオナが JFL から東北リーグへ降格し、 これにより、東北リーグ一部から二部南へ三チームが降格。いわゆる、玉月で二部南からは五チームが、各県リーグに降格する形となり、福島県リーグ一部へ降格となった。さらに2019年は、得失点差では一部残留となる三位相当で、ありながら県リーグのレギュレーションにより直接対決の、結果が優先されたため四位となった上、東北二部南から二チームが、 福島県リーグへ降格したため、2年連続で玉月での降格となった。ありがとうございます。